モンです。マリナです。Hello everyone! 皆さん、こんにちは。Today we have a new beautiful member! みなさん、こんにちは。かわいい。私はモンです。しんちゃん、ボンです。しんちゃん、トイラ、マリナ。じゃあ今日は、ベトナム語と日本語の似てる言葉を見ていきましょう。 Let's start! はい、じゃあまず English Agree 日本語は同意。ベトナム語で同意。めっちゃ似てるね。もう一回言って。同意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 。じゃあ次 In English marriage 日本語は結婚。ベトナム語は結婚。結婚結婚似てるね。結婚後ろの本は日本の本です。結婚。結婚。結婚。同じ発音？同じ。本。同じです。結婚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 。反対の言葉。In English, divorce。日本語は離婚。日本語は。日本語は離婚。ベトナム語は。離婚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 。その本は結婚の本？同じです。ああ同じ、なるほど。離婚同じ。日本語も結婚の婚、結婚の離婚の婚同じ。同じ。次は In English Disaster 日本語は災難。大難。ベトナム語？ベトナム語は大難。大難似てるね。台南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 。日本台南。日本台南。台南似てるね。南南が一緒。台南。一緒です。さじゃない。さいじゃない。台。台。台。あ次は In English。セキュリティポリス日本語は公安。ベトナム語は公安。おー公安公安かわいい。公安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 。公安は会ったことがありますか？一回です。一回あるの？ベトナムで18歳なんか以上 と、うん、バイク乗っちゃいけないんですけど。あ、そうなの？私高校の時公安の人が来た。公安の人が来た。へえ。もしベトナム人は日本語を勉強するとき、警察の方が使ってます。そうだね。警察公安はあんまり多分みんなあんまり使ってないかな。In English classics 日本語は古典。古典。おお、古典。古典。古典。古典はよく使いますか？ミュージックの方が使ってます。あ、ミュージックの意味ですか？前の前の前の方。ああ、じゃあ英語と似てる。In English attention 日本語は注意。ベトナム語は注意。かわいい。似てるね。似てます。注意注意。イの跡が伸びてる。注意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 。日本語だと注意。うが伸びてる。注意。ベトナム語だと伸ばしてない。伸ばしてない。注意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 。もし日本人の発音だと注意、注意、注意、うん、いやいや、
ベトナム語そのままで注意です。覚えやすいですね。覚えやすいです。今日はたくさんベトナム語と日本語の言葉を見ていきましたね。ちょっと難しい言葉もありました。じゃあ皆さんまた会いましょう。バイバーイ。カビュー。